牙が。気をつけろ、ヘリから撃ってきやがる。よく持ちこたえた。足りねえよ、俺は今主役だからだ。いつまでもここにはいられねえ。準備はいいか。やるしかねえか。リューダータークス、お仕事だぞって。よっ。あんたら喧嘩売る相手を間違えたぞっと。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。はい、おしまい。じゃあするなよっと。緊急コードの入力を確認、起動ボタンを押してください。やれよ。あった。タクス、なめんなすぎる。ほらほら、声にかかれば楽勝よ。言ってろ。これで安心。待ってました。お前そこ、ルーをやったんだって。見事だ。アリ、なんだと。まとめて返すぞと。そっちは任せる。かな。せめてこ。よしてやる。当てる。なかなかしぶといぞって。爆撃準備開始する。
ったく、どいつもこいつも好き勝手やりやがって。まあ、俺もか。ヘリに注意しろ。完了、弾を補充する。落とされてやる。どうせ降りるつもりだった。始末書はお前な。さあ楽しもうぜ相棒。やってる。見せてやるぞっと。さあ急に喧嘩打ってただで済むと思うなよ。たっぷりかよ。俺の店はマジかよ。俺が出る。くらえ。起動ボタンを押してください。解除方法いいかよ。行かせるか。プレート解放システム起動完了。
最終シークエンスに移行します。第一区画の分離を開始、速やかに退避してください。プレート解放システム起動完了。何しやった！システムの解除はもはや不可能だ。お願い止めて。リバ、マリンは大丈夫だから。エアリス、マリン、マリンだぞ。あんたマリンを。そこはどこだ。私は、はい、君たちの活動が巡り巡って我々に古代史をもたらしたというわけだ。その点に関しては礼を言おう。だが申し訳ないが、居場所は古代史。逃げて、早く逃げて。アバランスに逃げ場などあるかな。エアリス、最終計画、最終計画。このエリアは間もなく崩壊します。
私たちのせいだね。違うセティバー、何もかも神羅の奴らがやったことじゃねえか。そうだろいいな。バレット、マリンは無事だ。エアリスが言ってた。エアリス、あの捕まってた女か。うん、言ってた。どういうことだ。エアリスに頼んだの、マリンを助けてって。信じるぞ、いいか。おい、どこ行くんだよ。
こんなことってマジで落ちやがった。どうなってんだよ。救助はまだなの？どうや。これって事故じゃない？おい、どこに向かってるんだ？エアリスの家だ。5番街スラムにある。マリンはそこなんだな。他に当てはない。いるって言えよ。希望を持たせろよ。いなくてもお前を責めたりしねえ。いや、そりゃちっとは文句言うだろうけどよ。ティファ、古代種って知ってるか？聞いたことはあるけど。生命学の本を読めば出てくるぜ。大昔星を開拓したって一族だ。星と語るとかそういうんだろう。それがタークスに狙われていた理由か。我こそ古代種の血を引き締め、この星の正当なる後継者。また守れなかった。喪失がお前を強くする。それでいいのか？どうしたの？なんでもない。急ごう。やり過ごそう。あいつら何してやがる。仕事だろうが、マリンのことだけ考えろ。今はな。まずは避難場所。ひどいことになったね。こっちに被害は？七番街に比べたらどうってことないよ。砂ぼこりぐらいさ。救助活動って？まずは避難場所を確保する。他にも七番街スラム。大切なものは取り戻せたのか？あんたのおかげでな。ならばもう手放さないことだ。差し押さえられてたら家もなくなったけど。見つかったか？目下屋敷の中を捜索中です。もう帰る家はない。やめとけって。まだか？まだ報告はありません。七番街が潰れちまったって本当？ジェシーは市中にいたんだよな。うん、ビックスもね。二人とも怪我で動けなかった。でもウェッジは下にいたよ。そうか。よしよし、怖がらなくていいから。あいつら探しに
と。え、俺が探してやらねえと。うん、クラウド、後で付き合え。ああ、すごい地響きだったな。もう五番街だよな。早くマリンに合わせろよ。ああ、スラムの外れだ。もう少し。もっと早足、全速力。あんたに合わせてる。下敷きになったスラムはどうなるとか。先ほど7番街のプレートが崩落した模様で。プレートが落ちたって本当か？物騒な世の中だからこそ、イーブ。
新たに崩落緊急対策本部が立ち、崩落の原因や他の区域についての大変なことになったね。あの家だ。マリン、マリン。マリンは、マリンはどこにいる？バレット。すまねえ、俺はバレット、マリンの父親だ。マリンはおかっぱ頭で、天使みたい可愛らしい顔をしてる、服はピンク、今日はピンク。2階で眠ってるよ。眠ってるからね。私たちも行こう。顔見て安心したいな。騒いで起こすんじゃないよ。あんたたちも2階へ行っておやり。マリン、よかった、無事で。エアリスはシンラに行ったよ。すまない。エアリスにマリンのことを頼んだのは私です。知り合ったばかりなのにとてもよくしてくれて、だから甘えてしまいました。あんたらのせいじゃない。遅かれ早かれこうなる運命だったのさ。古代種だからだな。あの子から聞いたのかい？よほど信頼されてたんだね。そう、エアリスは古代種、古代種の生き残りらしい。私は違うよ。あの子は実の娘じゃないんだ。15年前のことだ。夫は最前線に配属された兵士だった。休暇で帰るという手紙を受け取って、約束の日駅まで迎えに行ったんだ。でもあの人は帰ってこなかった。何か良くないことがあったのだろうか。いや、休暇が取り消しになっただけかもしれない。祈るように毎日迎えに行ったよ。そこであの子と会ったのさ。ウォールマーケットから逃げてきたのか、それともプレートにいられなくなったのか、たまに見かける光景だった。
エアリスを安全なところへ。そう言い残して彼女は死んだ。夫は帰らず、私も寂しかった。だからエアリスを連れて帰ることにしたんだ。私たちはすぐに仲良くなれたよ。よくしゃべる子でね。いろいろ話してくれたよ。どこかの施設から母親と逃げ出したこと。お母さんは星に帰っただけだから寂しくなんかないってこと。星に帰った、生命学の考え方だ。私には意味がわからなかった。夜空の星かって聞いたら、違う、この星だって言われて。まあ不思議な子だったね。お母さん、泣かないでね。エアリスが突然言い出した。何かあったのかって聞いたら、お母さんの大切な人が死んじゃったよ。心だけお母さんに会いに来たけど、でもやっぱり星に帰ってしまったの。私は信じなかった。でもそれから何日かして、夫の戦死を知らせる手紙が届いた。とまあこんな具合でね、いろいろあったけど幸せだった。ところがある日、エアリス、君は大切な子供なんだ。古代種の血を引き継いでいる。私はもちろん聞いたよ。古代種って何だってね。古代種は地上の幸福が約束された土地へ我々を導いてくれるのです。言い伝え、何かの比喩、いろいろな見解があります。しかし我々は文字通りの真実としてそれを信じています。シンラカンパニーはぜひともエアリスの協力を。違うもん、古代種なんかじゃないもん。でもエアリス、時々誰もいないのに声が聞こえることがあるだろ。そんなことない、うん、思い当たることがいろいろあってね。ああ、この男が言っている話は本当なんだろうと思ったよ。居場所を知っているのに誘拐もせずに待つなんて、タークスらしくないな。エアリスの自発的な協力が必要なんだとさ。だからシンラに連れて行かれたと言ってもお客として扱ってもらえるはずだ。用が済んだらすぐに返してくれるだろうよ。どうかな。何をしよってんだい。ことを荒立てないでおくれ。エアリスまで失うことになったら、私はもう。頼むよクラウド。お母さんの言う通り、用が済めば帰ってくるかもしれない。だからもう少しだけ待ってみない？七番街スラムに戻らねえか。やることいろいろあんだろう。
セブンスヘブンも確認しておきて。うん、わかった。7番街スラムのゲート、瓦礫で埋まってたよね。どうやって入る？公園から地下通路へ降りよう。おお、あれか。公園もダメじゃない？別のルートがある。エアリスから聞いた。へえ、さすが古代種だぜ。はい、意味がねえよ。クラウドさん、やはりご無事でしたね。この状況を乗り越えられるような新たなマテリアを生み出していきましょう。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、いつもご協力ありがとうございます。また新しいマテリアを開発できましたよ。バトルレポートのデータ提出をお待ちしています。すごい地響きだったな。あそこだ。さっさと抜けちまうぞ。
あそこを行こう。危険なモンスターはいるが、なんとかなるだろう。走りすぎるなよ。
りすぎるなよ。進むぞ。抜けたか。そこ。
当然の結果だ。こっちから抜けられそうか。いや、モンスターが出るって話だ。命だけはな。他の奴らは？わからない。すまない。そっか。生きててくれてありがとうよ。希望が見えてきたぜ。うん。どうしたものか。何があるかわからない。備えはしっかりと。気をつけてな。七番街か。おう。そうか。あんまり物はないが、見てて。
大丈夫かな。きっと大丈夫さ、きっと。どうしたものか、はあ。寝られるうちにしっかり寝ておいてください。